そんな顔で食べないの。ちゃんとリアクションもとって。もう無理だよ。お母さんの言うこと聞けないの。カカカ、もう5時間くらい撮影してますね。じぃ、ブラックチャンネル。じぃ、俺も人気 YouTuber になりたいな。誰かプロデュースしてくれないかな。じぃ、面白いですね。俺ちゃんと契約してくれたら名プロデューサーの方にプロデュースしてもらえますよ。本当に？サインと。ディール。名プロデューサーお母さん。で、名プロデューサーって？この人です。名プロデューサーお母さんよ。自分で言った。お母さんのようにつきっきりでプロデュースしてくれます。本物のお母さんは？契約で一時的に入れ替わってもらいました。サトシ君が一人前だと認められたら戻ってきますよ。俺が頑張らないとお母さん帰ってこれないの？サトシの動画見せてね。勝手にパソコンいじらないでよ。いいじゃない、ちょっとくらい。たくさん動画上げてるのね、偉いわ。え、そう？暇なら動画撮ってきなさい。サトシの良さは明るくて元気なところでしょ。だからそれを生かした動画がいいわ。虫を100匹捕まえてみたとか。それって面白いの？お母さんは誰だと思ってるの？夕飯までに帰ってらっしゃいね。言われた通りに撮ったけど。早速アップしてみましょう。あ、再生数がどんどん増えてく。じじい、さすが名プロデューサーですね。これで俺も有名 YouTuber だ。ただいま。あ、唐揚げだ。まだダメよ、食事中は撮影でしょ。大食い動画用にたくさん作ったの。早速撮るわよ。いただきます。もうお腹いっぱい。そんな顔で食べないの。ちゃんとリアクション撮って。無理だよ。お母さんの言うこと聞けないの。カカカ、もう5時間くらい撮影してますね。じぃじぃじぃ、お腹いっぱい。先ほどの動画も鬼バズりしてますね。じぃ、すごい。無茶な企画もあるけど、やっぱりお母さんって本当に名プロデューサーなんだ。いいなり。昨日の動画も見たぜ。今度俺とコラボしてくれよ。いいよ。ああ、お母さん、勝手に学校まで来ないでよ。ごめんなさいね、うちの子コラボお断りしてるの。そうなんだ、残念。なんで勝手に断るの。サトシは一人で撮影した方がいいの。お母さんが言うならしょうがないか。なんか逆らえない気がするし。撮影しないんです。一日くらい休んでもいいって。毎日撮影してるんだから。サトシ、うわ、急に現れないでよ。撮影終わったの？今からやるところだったんだよ。さっさと撮ってきなさい。ああ、俺の考えた企画で撮影したいな。お母さんの企画では不満ですか？言われた通りにするなんて宿題みたいじゃん。俺はもっと自由に撮りたいんだよ。お母さんがいない間に撮影しちゃおう。うわぁ、また出た。余計な企画で撮影してないでしょうね。サトシのためを思って企画してるのよ。お母さんはいつも見てるからね。勝手なことしたら分かってるわね。怖えここなら見つからないんじゃ。また出た。そんな暇があるなら勉強しなさい。ピカキンが一番最初に投稿した動画のタイトルは、妖怪オンエアのサムネをすべて選びなさい。 YouTuber ドリル。さすが名プロデューサーです。感心するとこ。ファンレターとプレゼントたくさん届いちゃった。稼いだお金で何買おうかな。すっかり人気 YouTuber ですね。お母さんが預かるわね。全部管理してあげるから、サトシは撮影のことだけ考えてればいいのよ。そんな。これ今月のお小遣いね。100円。鬼ヤバですね。じぃ、正体。
いくらなんでもひどいよ。全然自由にさせてくれないし。お母さんに文句言うの？そんなユーチューバーに育てた覚えないわよ。うえ、火吐いた？名プロデューサーですから火くらい吐いて当然です。なわけあるか。一人前で認められたら元のお母さんに戻るんだよね。ええ、それなら一人でも面白い動画を撮って一人前って認めてもらおう。どんな動画撮るんです？お母さんの裏側。ちぇ、ドラゴン？このゲーム最高。俺から募集したやつ。あいつのおかげで金も手に入ったし、何買おうかな。俺のお金。サトシ、そこにいるの？撮影は？早くしてきなさい。してるよ。お母さんのこと、初めから俺のもの横取りしようとしてたんだろう。ちっ、うまくいってると思ったのに。 YouTuber を育てるつもりがないならもう帰っていただいていいですよ。うわー、いなくなった。魔界に帰ってもらいました。本物のお母さんも戻ってきますよ。って、あのお母さん呼んだのブラックだろ。プロデューサーを探すのも大変ですね。誰かに頼るのはもうやめる。俺は自分の力で人気 YouTuber になるよ。撮りたかった企画でバズっちゃうぞ。どんな内容なんです？人は公園で何時間何もしないでいられるか。早速撮影だ。企画はプロデュースしてもらった方がいいかもしれませんね。じいじじ。7月15日頃発売の月刊コロコロコミック8月号は、大人気の長編ブレイキングザウォールの特集新聞が付録についてきます。地上最強の生物を決めるトーナメント、その出場者の強さを徹底解剖しちゃいます。ぜひ楽しみにしててくださいね。ブラック間違い探しです。いきますよ。わからなかった人へラストチャンスです。もう一回見せてあげます。おしまいです。答えはこちら。正解した君、お似合わですね。外れちゃった君は次回も頑張ってください。じー、動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次のお似合わなテーマは君かもしれませんよ。